はい、こんにちは。所沢タイソンさんがですね、窃盗の容疑で逮捕されましたね。まあ自分はですね、もともと、所沢タイソンさんのことを尊敬していて、憧れの存在だったんですけども、今回の一報を受けてね、まあタイソンさんっていうのはね、やっぱり豪快な男だなと思いました。いい意味でね。で、これはね、タイソンさんの一信者として誤解を恐れずに言わせていただきたいんですけども、今回の逮捕っていうのはね、タイソンさんにとってはむしろね、メリットの方が大きいんですよ。で、これがなんでかっていうとね、まあこの間のね、池袋大関の暴露配信以降ね、ファンもね、アンチもひっくるめて、多くの人がね、タイソンさんの動向に注目していたんですよね。で、まあ、結局逮捕に至って、で、今度はね、まあ、どういう形でタイソンさんが帰ってくるのかということに、みんな注目してるんですよ。だこうやってね、注目が集まれば集まるほど、タイソンさんのね、こうアウトローユーチューバーとしての箔がついてくるんですよね。ということはね、まあ、一皮も二皮も剥けた状態で、復活してくるっていうね、そういう話なんですよね。まあね、タイソンさんの、信者としてはね、しばらくの間配信が見れなくなるというのはね、非常に、寂しいんですけども、でもね、以前よりもね、パワーアップした姿で、戻ってきてくれると思うとね、まあ、今からね、本当に楽しみですね。皆さんもですね、まあ、さらにね、パワーアップしたタイソンさんというのをね、心待ちに、一日一日、まあ、気長いんですがね、待っていきましょうね。では今日はこの辺で以上ですね。ありがとうございました。失礼します。